コリアメダル国連メダルは国際連合が平和維持活動、人道支援、災害の救助に貢献した軍事要員や警察官に授与している十字気象の総称。殉職した辞任を受賞の対象としている気象もある。気象は大きく分けて3種類あり、朝鮮戦争時に国連軍に発行されたコリアや1956年から第二次中東。 戦争時に活動したユネフへ発行されたユネフ。そして、蒸気以外のミッションに対して発行されているスタンダードがある。すべての気象にはリボンも付属しており、そのパターンがミッションによって異なる。気象の名称は、一般に受賞対象となったミッションの略称メダルとなる。例えば、国際連合機プロス平和維持軍を対象とした気象の場合は、 アンフィズップメダルとなる。メダルズオブザ・ユナイテッド・ネーションズ、コリアメダル、ハットメダルズオブザ・ユナイテッド・ネーションズ、ユネフメダル、ハットメダルズオブザ・ユナイテッド・ネーションズ、アンツオメダルハット、ダグ・ハマ・ショルドメダル10たち式出席、首相官邸ホームページユナイテッド・ネーションズメダルズ、ありがとうございます。